まあ、これ30秒取った心電図、まあ、規則正しく打っております。だから、まあ、一応不整脈は出てないかなと思いました。でこれを、まあ、ワンちゃんの場合は心電図読んでくれるんですけど、心拍数が133で、まあ、各歯を測ってくれて、ちょっとやっぱり左心通肥大、無防負荷、要は左にもちょっと大きいし右にもちょっと大きいよという所見は心電図は出てます。ただ不整脈は出てなかったとは思います。で、あと聴診なんですよ。聴診でさ、雑音のレベルがそこまでひどくないかなと思います。ないとは言わないけど、この子の年齢で心雑音のある子ってかなりひどく聞こえてくるんでね。